こんにちは、伊豆修社員杉村です。今日は、靴磨きをご自宅でしていただいた時のワンポイントを一つ紹介したいと思います。ちょっとコロナウイルスの影響でマスクをしていますが、聞き取りづらい部分はどうかご了承ください。できるだけこうはっきり喋るようにしますので、ご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。では靴磨きの完了した後、紐を復旧する方法を一つ便利な方法を紹介したいと思います。こちらの靴、まだ磨いていませんが、磨き終わった靴を右足としましょう。今紐がついている状態です。で、左足、これは靴紐がまだ復旧していません、磨き終わった状態と考えてください。そこで皆さんに今回ご紹介したいのは、靴ひもの復旧の方法で一つ便利な方法をご紹介したいと思います。こういうふうに右足のようにひもが外側は1本ずつ出ている、この方法の復旧の仕方ですね、便利な方法を紹介できればと思います。ちょっと右足は避けて、左足ですね、これをやっていきましょう。一つ便利な方法があるんですね。皆さんこの一番下の部分、ここに両方を通してまず靴ひもの復帰をする方多いかもしれません。こういった感じで通していただくとですね、このような状態で、でここで、やっぱり皆さん靴ひもの先端を揃えて復旧していく方が多いと思うんですが、右足のように復旧するとこの靴ひもが結構ずれて通し終えちゃうことがあるんですね。これは実は回避方法があるのでちょっと紹介したいと思います。まず最初、ここで一番下からひもを通してしまうと失敗しやすいです。なのでこれをちょっと一回外していきます。よいしょ、この紐が今ない状態ですね。で、5コアナ以上の奇数、5、7、9、11といったように紐の穴数っていうのは靴によって違うんですが、今回は5コアナなので奇数の場合、まずは一番下から紐を入れましょう。そしてこう内側から紐出てきますよね。で、ここの出したこの内側に出てきた紐は今度一つ飛ばします。一番下を除いて2番目のところから紐をこう出してあげてください。その時にこの靴紐の先端を揃えてピッと伸ばしてあげてください。こういった状態ですね。ここから復旧します。まずは下の紐、ここを通していきましょう。そしてキュッと引っ張っていただいたら、今度は一つ飛ばして3番目、これ内側から通してあげてください。そして2番目の紐は横の穴から外側から内側へ、もちろんこれも一つ飛ばして4番目の部分から出していただくんですね。もちろん3つ目も同じように横に入れてピッと伸ばすと。今回この靴はタンがずれないようにこの、パーツがありますけれど、今日はちょっと飛ばさせてください。もちろんここ通していいんですけど、これ飛ばします。3つ目に通したこの穴はもちろん5番目の穴へ内側から通します。そしてこの4番目の紐も横へ入れていくと。そして最後の穴に通してあげてください。で、このような状態となりました。そして先端を揃えてグッと引っ張るとちょうどいいんですね。こんな感じです。うまく見えてるといいんですが、こういった感じで揃います。そうすると結んだ時にちょうどよく復旧できます。
で、これ今磨いてませんが、磨き終わった後に紐を復旧すると思いますので、そういった場合はこの辺ちょっと指で触れてしまいますから若干曇ったりすることがあります。なので最後はヤギのブラシで紐の部分ちょっとこう避けてあげながら軽くブラッシングをヤギのブラシ等の柔らかいものでやってあげてください。布でこうスッとやってあげてもいいんですが、ヤギのブラシの方が楽だと思います。なので、またちょっと繰り返しますが、まずは紐を復旧する際、一番最初の部分はこのような状態でスタートしてあげてください。もちろんこれが逆でも構いません。ここから通して反対側の2番目から出すと、そこでこの先端を揃えるようにキュッと伸ばして復旧をしてあげるといいと思います。こんな感じですね。これは5個穴以上の奇数です。5、7、9といったように穴数が奇数で増えている靴に対して有効なので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。この穴の間隔で若干狂ってしまうことがあるんですが、まあまあだいたいちょっとずつ狂うぐらいでいい感じに収まると思いますので、この靴紐の通し方の復旧ですね、ぜひ真似していただきたいななんて思います。5個穴を含む、7、9と奇数で増えていく靴紐を復旧するときはこんな感じがいいと思います。で、このタン、この靴は全部落ちるので通しやすいんですが、タンが固定されているものがあります。そういったものは靴紐全部取ってしまうとちょっと厄介なので、できれば一番下は残してあげるといいと思うんですが、まあ外しちゃいけないというわけじゃないので、この靴紐を全部取ったところから復旧するときはこういった方法をしていただけると便利なんじゃないかなと。で、靴紐の復旧はとても楽になると思いますので、お家で靴磨きチャレンジしていただく方、最後のこのワンポイントですね、覚えていていただけるといいと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。こんな感じです。では次はですね、偶数の、靴ひもの通し方をご紹介したいと思います。今回オールデンのこの靴、穴の数は 1,2,3,4,5,6 個ですが、4つ穴、4,6,8,10 といった4つ以上の靴ひもの穴がある靴に有効な方法をご紹介します。まあ、もちろん同じようなひもの通し方なんですが、これも、磨き上がった靴と仮定してください。ではやっていきましょう。靴ひも偶数を復旧する場合、さっき5つの場合は飛ばして、1個飛ばしてやっていましたが、今回は、このように5つ穴じゃやっちゃダメだよといった方法になりますが、復旧の方法は一番下からやっていきます。こんな感じですね。先端は一番下から入れて揃えてあげましょう。こういった形です。そして入れていくんですが、まあ、内側から通していきます。ちょっと外バネなので若干狂っちゃうかもしれないんですけど、まあ、2つ目それから3つ目と通していってあげるといいでしょう。で、外バネは羽が自由に開いてしまうのでちょっとずれちゃうことがあるんですが、この紐の根元の部分を押さえたりしながらやっていっていただくとあんまり狂わないんじゃないかなと思います。ちょっと今、デモンストレーションで若干最初がずれちゃったので、もしかしたら少しずれるかもしれないんですが、まあ、変にずれることはないと思うのでこのまま復旧していこうと思います。そして、まあ、今試しに、4番目の穴まで紐を入れました。なのでちょっと試しですけれど、ここも4つ目で完了させてみましょう。そうするとこういった形になります。ちょっとドキドキしますが、まあ、ここで先端を揃えてやってみますか。こうピッと
まあ、揃いますよね。こんな感じで。ずるしてないですからね。こうやってピッと伸ばすと、ほとんどいい具合だと思います。なので、まあ、今回は6つ穴なので、ここで1回試しましたが、まあ、5つ目に通してあげてください。そして、4つ目も横に入れて、5つ目も横に紐を入れていきましょう。そして6番目の最後の穴に内側から通していくと。そうすると、まあ、ちょっとずれちゃいましたが、まあ、変にはずれませんよね。こんな感じです。これがピッといったらかっこよかったんですけどね。すいません。まあ、これなの、ずれたのはこの程度のずれなので、先端をここで合わせていただいて、たわんでる部分をちょっとこう引っ張りながら調整していっていただければ、もうほとんどすぐ直せると思うので、こんな感じです。直りましたよね。まあ、多少の誤差はどうしても出ちゃいますが、ほぼほぼいいぐらいに揃います。もうちょっとですかね。もうちょっとずらした方がいいか。こんな感じかな。ここが緩いんだ。よいしょ、これでどうだろう。あ、いいですね。こんな感じで揃いました。なので、偶数の紐か、4つ以上の偶数で、靴紐の穴が作られている靴は、一番下から、調整していって、一番下で紐を通してから調整していただくといいと思います。よいしょ。まあ、あの靴ひもの、癖というものがついていると思うので、それに従っていくと楽だと思うんですが、ここでついている癖で復旧していけば楽だと思うんですけれど、あのこれがこっちの左側の癖が間違えて右側にある状態で、あのこれで大丈夫だなって復旧するとちょっと間違えちゃうこともありますんで、まあ、全部外す場合はこの偶数の時はしっかりここでグッと引っ張って、ここが揃うようにしてあげるといいと思いますので、これで靴紐を復旧してあげてください。先ほど内バネでもちょっとお話ししましたけれど、やっぱりこの部分も指触れてしまいますから、このヤギのブラシを使ってこうさっさっさと、なんて言うんでしょう、曇った部分をちょっと直してもらえるといいと思います。ワックスが塗ってある場合はこのブラシの跡ちょっとついちゃう可能性もあるんですが、そうした時はちょっと水をつけていただいて、スーッとなじませる方法で回避できると思いますので、これもチャレンジしていただけるといいんじゃないかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。靴磨きのワンポイントアドバイスと最初言ってしまって、すみません、ちょっと分かりにくくて申し訳ありませんでした。靴ひもの復旧ですね。靴磨きをした最後、靴ひもを復旧する方法の、ワンポイントアドバイスでしたね。まあ、これもちょっと有効に使っていただければ嬉しいななんて思います。ご自宅で靴磨きをチャレンジしていただく際の何かこう便利な方法というか、こういう方法をすると靴ひもの復旧楽なんだなということで、こうちょっと皆様の頭の中の片隅に置いておいていただけると僕も嬉しいななんて思ってます。普段僕も営業するときにこの紐の復旧の仕方を使ってるので、どうか皆さんもあの真似していただければ僕も嬉しいななんて思ってます。靴磨き、ちょっとこのコロナウイルスの時期で僕もお店に来ていただける数は、あの皆さんのご来店数っていうのは少ないんですけれど、お客様はなかなかいらしていただけませんが、ご自身のお体が優先ですから、ご来店ということではなく、ご自宅で靴磨き楽しんでもらえたら嬉しいななんて思います。まあ、ちょっとここを乗り切って元気にまた皆さんとお会いできたらと思いますので、今後ともイーズ出社よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。